元保育士太子が東京のラジオジャンワラに出演しました。行ってきます。はい、今宝塚パーキングエリアに来ました。もうね、バスの中でもラジオのための練習とか保育士あるあるをずっとね唱えながらで、今からちょっと外でもちょっと練習しようと思ってます。お、さすが芸人、ストイックなこと言ってるね。練習するんだって。はい、練習します。頑張れ。あ、人が来たからってやめた。そして朝6時ぐらいかな、海老名のパーキングエリアでチョココロネを食べました。なんやかんやありまして東京に着きました。雨の戸越銀座、プロデューサーのピンフちゃんと会えた。めちゃくちゃ仲良くなったよ。嬉しい、会えた。肝心の番組収録も楽しく参加させていただきました。オリジナルの CM も作ったのでぜひ見てください。みんな聞いて、ジャンワラの収録行ってきたよ。まずは雨の戸越銀座にてプロの麻雀師でシンガーのピーフちゃんに会えた。ありがろーん。保育実習生みたいな若手芸人も一緒にいざスタジオへ。こちらはお笑いの作家さん、パジャマトリアさん、そしてスポンサーの平井出社長、そしてなんとチャンス大城さんと三浦マイルドさんともお話できました。ラストはこちらの先輩に感謝、インタケさん、ありがろーん。本編は番組公式 YouTube チャンネルで、絶対見てね、ジャンワラ。ここからは私を応援してくれてるたい焼き組さん特別 VTR だよ。たい焼き組のみんな、チャンス大城さんに会えたよ。あ、ありがとうございます。たい焼き組の皆さん、ほんまね、みんなマイルドの子、たい焼き組、たい焼き組のみんなに言ってます。マイルドのことを応援してくれてるみんなを、あのたい焼き組って呼んでるんですけど。なるほど。動画ですか。あ、はい、動画で、動画でね。というわけでピーフちゃんがなんとスタジオで撮影し直してくれました。チャンス大城さん、みんなマイルドさんに。いや、僕本当に、はい、太子さんのことがちょっとこう好きで、YouTube しょっちゅう保育園あるある、はい、面白くて、保育士の方もいっぱいいるんですよね。そうです、もうママさんたちも、あ、だからまるでもね、僕らもママさん人気とかね。あ、本当ですね。僕らもちょっとそっちの、ぜひぜひぜひ僕らも一緒に応援していただけたら、ぜひ友達もよろしくお願いします。たい焼き組さん、たい焼き組さんと、じゃ、たい焼き組さんって呼んで、たい焼き組さん、あ、嬉しい。たい焼き組さん、チャンバラも見てください。ありがとうございます。お願いします。とにかく夢みたいな一日でした。みんなありがろーん。絶対見てね、じゃん。